水泡眼水泡眼は金魚の一種。目の下に風船のように膨らんだ袋がついている中国産の品種で中国ではよく飼われている金魚である。上向きの眼球と目の左右につく風船のような水泡状の袋があり、中にはリンパ液が満たされている。頂天眼と同様に背びれをかき、 愛嬌のある珍奇な姿で人気が高く、日本に輸入された中国金魚の代表格であり、需要が高い分、流通量も比較的多い。退職は赤及び赤白サラさサが多く輸入されており、数は少ないが、黒、茶、青、キャリコ柄の水泡岩も見受けられる。前者は比較的購入しやすいが、後者は中国金魚の専門店に行くと購入できる。 また、原産地には、背びれがあるタイプの水泡岩がいるが、輸出は、ほとんどされない。中国で、長らく門外不出とされていた品種であり、作出過程は、デメキンの突然変異により、頂天岩と、同時期に作出された説があるが定かではない。宮廷などの支配層のみが長く飼育保存していたが、新体制とともに一般にも広く知られるようになった。 日本へは1958年に初めて導入された。大きな袋の目に見えることから水泡岩と名付けられた。英名はバブルアイ。動きが鈍く、素早い金魚と一緒に飼うといじめられたり、餌にありつけず、弱ったりするので飼育する場合は、動きの鈍い金魚と一緒に飼育する必要がある。また、水槽内のレイアウトは、 袋が破けないように角のないものを選ぶ必要がある。常設展示紹介金魚から生きた芸術アクアマリン福島。ありがとうございます。